どうもリントですということで、タイトルにもあります通りリントの動画の撮り方というところをねお話ししていこうかなと思います。なんかいつもの挨拶してね、リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、では本題入る前によろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタグラム、TikTok もやってますので、よかったらそちらフォローお願いします。ということでね、以前届いた質問で、リントさんってどういう感じで動画を撮ってるんですかって、なんか気にしてくださった方がいて、それにお答えいたします。はい、今みたいな感じでね、実は、可愛い姿を見た途端とか見た瞬間に、とりあえずカメラをピッと起動させて、こうやって写真とか動画を撮ってる。のが私のスタンスでございます。なんかこれちょっと可愛い姿してるなっていう状況だったら普通にインスタ用のね1分ぐらいのストーリー用のショート動画をね縦向きの動画ね、横向きじゃなくて縦向きの動画を撮ったりとかで、あとは写真カシャカシャカシャって4枚ぐらいかな撮ってツイッターとインスタグラムに上げたりとか、ツイッターインスタグラム、あとはフェイスブックかに上げたりとかで、1分の動画でねなんか可愛いのがすごい撮れたら、そのまま TikTok に上げたりとかっていう感じで動画を撮ってます。でこのまま TikTok だけに上げとくかとか、これはちょっとインスタとか SNS に上げとくかとかっていう感じで、インスタとかのねなんだろう、やつをショートをね集めて、そのまんまなんて言ったらいいんだろう、YouTube にね上げたりみたいな感じで動画を撮ってることが多いです。で今はね、この姿可愛いと思って1枚ね普通に写真撮った後に、動画を回したという感じです。ほんとね、なんか1日にすげえ動画を撮る日もあれば、例えば10本20本とか、多い時ほんとに10本ぐらい撮ってる時があって、20本はちょっと言い過ぎだな、10本ぐらい撮ってる時もあって、ただ毎日じゃないんですよ、撮らない日は撮らないんで全然。でそのいい瞬間と、もうなんかそこまでいいのが今日はないなみたいな日とやっぱりあるので、まあそんな感じでね動画を撮ってくるんですけれども、そうなんです、うちの子の状況を見て、うちの子で今いいじゃん、今撮ろうぜみたいな感じの瞬間に大体動画を回してることが多いです。なのでなんか動画を撮り出そうみたいな感じで撮るというよりは、おいいねってやって撮るんで、たまにさっきみたいにね、あどうもリントですみたいな感じで動画を撮ってしまったりとか、下手したら何も喋ってなかったりとかっていうところで、本当動画の撮り方っていうのは考えてはいないか、動画は撮ってます。はい、そんな感じで、そんな感じで撮ってしまうのってね、なんか脈絡がおかしくなったりするんですよ。ぶっつけ本番で大体撮ってるんで、よし何かの動画を撮ろうみたいな感じの撮り方じゃないことの方が多いんですよ。このなんか形状を紹介しようとか、うちの子を紹介しようとか、なんかねこれやりたいなっていう主題がある時もあれば、主題全くなしで動画回してる時もあって、その主題全くない状態で動画回すと、まあよく起きることが、これなんか YouTube に上げる必要なくねみたいな動画とかもたまにあります。はい、でもそういう動画も見たいって言われることが結構最近増えまして、そういう動画も今上げるようにしております。なんか珍しく帰ってこうとしてるね、帰るねなんか逆にいい感じに動画撮らせてくれるね、帰ってくね、巣の中、しかもすげえゆっくり、すげえスローブレイ、だからなんか脈絡がないこととかも多いです、本当に。まあただなんかうちのチャンネルの味としてそういうね動画で味を出していく方がいいのかなって私は思っていたりします。なんか変に着飾らないチャンネルを目指してるので、まあ、着飾ることなく、なんかありのままに撮っていくっていうスタンスでございます。尻尾ちょこっと出ますけれども、それはもうその巣の中に入れなくていいんですか？かわいい。もうただなんかなんだろうな、現場っていう言い方あれだな、まあ、生の声がすごいお届けできてるかなとは思っております。その着飾ってるなんか作られた動画っていうよりは、もうほんとありのままのうちの子たちのね様子をパッと撮ってるんで、ある意味こう生の声といいますか、が撮れているので、
はい、私はねそれがいいんじゃないかなと思ってます。だからうちの子が結構ねどの子も大体同感に慣れていて、まあちょっとびっくりしちゃう子もね中にはいますけど、動画映りのいい子の方が多いなっていうところですね。この子とかすごいよね、セブシシバナヘビのこの子はサナちゃんですけれども、サナちゃんはねアイドル気質がすごい、もうファンサが本当にすごい。今ここにいたんだよさっきまで、したらファンサで急に中入ったりとかさあとちょっとパッと見たらね、黒くんがファンサ、あ映してほしかったかな、それ半分脱走してるね。これね、あの扉と水槽の隙間にいるんですよ今。自分でねそのところから水槽に戻っていくから全然いいんだけど、なぜその隙間に入るってよく思うんですね。この子脱走壁があるのかなとか思いつつも、脱走壁があるわけではなくてね、なんか一回そこに出てきたくなるみたいな、何がそうさせているのかはちょっとわからない。そうしてるのね、自分で戻っていくね、気がついたら。ほら上に戻ろうとしてるでしょ。近すぎるとピントが合わないな。本当こんな感じで動画が生まれていきます。なんか可愛いことしてますねみたいな感じで撮っていることの方が多いですね。まああとはその動画のね中では、ものによってはね1分動画とかもちょいちょい撮りますし、よしなんか1分でいい感じの動画撮れそうみたいな瞬間もあるんですよ、見てると。ちょっとなんか1分の動画みたいな感じで動画を回したりで、1分の動画がたまればたまるほど、なんていうんですかね、ショート動画として、SNS に上げつつ、その後まあね厳選してすごい良さそうなやつは TikTok に上げたり、あとはまとめて YouTube にドーンってしたりねしてます。お戻るね、そうちゃんと自分でやって戻るから安心です。で変な隙間はねここもこっちも入らないようになってるんで、ちょっと開けてみようか。ほらこうやってかましてあるんでね奥入れないんですよ君は綺麗だね本当に。こんな感じで動画回してることが多いです。よいしょ。なんかいい動画ができる時もあればね、悪い動画っていう言い方はあれだけどね、なんか大して動きのない動画になってしまうことも全然。そしてルセットコウモリのマナちゃん、マナちゃんちょっと寝起きだね、あの目の感じ。最近ね、ああやって翼を自分でなんか足でこうピタッと押さえて片足で寝てることが多いですね。寝にくくないのかなと思うけど、もうそういう生活をずっとしてるから寝にくいとかないんだろうね。他の子は今日は出てきてないね。フクロモモンガちゃんたちも出てないっしょ。パッちゃんはあそこで寝てるし、キョロとハロは多分この中でね2人で寝てるし、君はどっちだ？あ、君はるくんか。はるくんが中で飯食ってて、多分うららちゃんはあの中にいますね。近いな。みんちゃんも寝てる。ロペとルフも寝てるね。で、おそらくシフィーさんは最近水入れで寝てることが多いんで、シェフィーさんは水容器でちょっと角度的に取りにくいけど寝てるね、あそこにね、ちょっと左角の方ですけれども、ちょっとね映しにくいんだあそこの位置って。ピントが合わねえな。前にあるさ、何これ、このこいつにヒントがあっちゃう。夜なんでね、あの奥で寝てますね今日は。
他は？ああ、スズはベッドで、ベッドというかハンモックでね、毛づくろいしてますね。もうそろそろあれ毛づくろい終わったら寝るんじゃないかな。もうあの子は寝る前にやって毛づくろいしてることが多いですね。なんか一通り、なんだろうな、人間の女の子と同じ感じがする。だから身だしなみ整えて、さあおやすみなさいみたいな感じで寝てる感じがする。なんか寝る前にお風呂入ってメイク落として保湿して、髪整えておやすみなさいみたいな感じな雰囲気で寝てることが多いかな。なんか可愛いよね。また黒くんでね、手落としてる。カルちゃんがね、カルちゃんがいねえんだな。カルちゃん多分ね、カルちゃん多分このライトつけるとね見えるみたいな。あの上にいるんだろうな。あ、いるね。あー、見えにくいね。こうすると見えないね。あ、出てきてしまった。ダメよ。あそこにいるのよ、だいたい。ほら、いるね、赤いライトの前に。ワインセラーのねライトをつけてるんですけど、あれはそう。カルはね、なんかこの上の餌の上に乗っかってるんですよ、このレオパゲル冷やしてるところをね。わかんないんだよな、なんであそこがいいんだろうね。なんかね、あそこにいることが多い。お、ちゃんと中入っちゃった。はい、っていう感じの、まあ、うちの動画の撮り方でございます。何かの役に立ったかどうか分かりませんが、はい、うちはこんな感じで動画撮っております。なので、なんか本当、なんかありのまま映す感じの動画が多いんですけれども、それをね、気に入って見ていただける方が増えてくれたら嬉しいなと思っております。はい、ということで本日の動画はそんな感じ。はい、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。